ます。ありがとうございます。池おじチャンネルフォルツァスタイル、はいはい、カメラ大坪です。番長カメです。アルフ不適切モロさんです。よろしくお願いします。そろそろ変えた方がいいかもね。いやいや、なんか使っちゃう。まだ使っ作ってくださいよ。アルフ不適切ぴったりですけどね。ぴったり。やめだ。今日ね、はい、三茶です。はいはい、三茶です。三茶、三茶、はい、今日はなんと河合さんの30年来のそうですね、うん、そうですね、ホットドッグプレス、はいはい、やったとか、一緒にアメリカ行ったりとかロンドンへ行ったりとかっていうふうにして、取材でもお付き合いいただいたりとか、いろんなことを教えていただいた玉木さんって、玉木さん、はい、店名言っていただいてますか。セプティ。そうです、セプティ。あと名店ですよ、名店です。名店です。で、今日なんかいろんなねなんかすごい毎回なんか来るね。毎回来てるんで行きましょう、はい、行きましょう。246号あの、はい、三宿方面、はい、渋谷方面に割とすぐですね。はい、じゃあここです、ね、曲がりました。これだ、ここです。これだ、セプティスさん。ちょっとさ、着いたところで、はい、ファッションチェックを、はい、そうだ。じゃあ番長、はい、今日は、今日はですね、はい、先日おじ旅で行ったスクワットさん、はい、仙台店、はい、そして仕入れましたダンヒルの古い朝のやつ。ちょうど今日暑いし、うん、いいかな。リネンですね。リネンです、リネンですね。で、下はラルフ、はい、で今日は身長伸びだと思ったら、身長こんな厚底、すごい5センチ以上あります、はい、リカバリーサンダルのね、はい、アルボンって、これも結構みんなアルボン、はい、時計はエドクさん、エドクさん、はい、じゃあ、うん、適切なモロさんは、適切は今日はあのアロハシャツですね。似合いますね、やっぱりなかなかない黒のアロハシャツ、はい、に、まあ、コロニークロージングのリネンのパンツ、うん、実は後ろがゴムで楽そうですね、楽そうですね。ベルトもできてっていうのはインタック、はい、ワンタックにパンツです。僕バンズ持ってると思わなかったわ。いや、バンズ結構このシリーズは毎回ブルー、ブラウン、ブラック全部。あ、そうなんだ、ね、はい、モノトーンで整ってますね。今日はモノトーン、完全にモノトーンで、はい、唯一これがリアルガチの軍物です。はい、これなんか前も見せてもらったんですかな、はい、アフガニスタン、アフガニスタン、戦場カメラマ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 ンですよ。ブリティッシュインディアンアーミー、はい、40年代、はい、ブリティッシュインディアンアーミー、40年代、40年、40年、はい、すみません、ガチで来たんです。ガチで来た。もう裏から見ると、全然分からない。今期のジョンスメ、ね、あまりにガチなんで、はい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 、ちょっとアイスブルーで、足元は、パラブーツ、パラブーツ、アドリアティックっていうやつかな、はいはいはい、アドリアタイプですね。後ろのね、ソールのインソールとかも、結構柔らかくて、あ、いい味、ね、出してますよ、この40年、ね、まあ、これガチです。ちょっと行きます、行きましょう、行きましょう、行きましょう。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。じゃあ河合さん、ご紹介いただいて。はい。僕がだからホットドッグプレス入って、はい、また玉木さんがまだっていう今大社になってますけど、はい、そこまだ本当早々期、はい、その時に一緒にお仕事をさせていただいて、一緒に取材旅行まで一緒に行っていただいたりとか、2週間ぐらいね、行っていたりとか、それ以外でも結構、うん、いろんな打ち合わせで深夜まで服の話しながら、僕はアメカジ派ってなったのは、はい、まあ玉木さんの影響も多分に受けてて。でアメカジの面白さだったり、うん、服の面白さだったりとか、うん、そんなことなんかもいろいろ教えていただいたというところがあって、はい、いやもうとんでもないです。で先日ちょっとこちらにもお邪魔して、うん、掘ってみたら、あ、すげえなって話をして、うん、大坪さんの方に話をしたら、うん、はい、行きましょうよって話になったので、うん、はい、みんなで掘ってみた。そうですね、別注がない、いろんな形でここでしか買えないものがいろいろあるんですよね。買えない、うん、ちょっともう、はいはい、見たいです、見たい、行きましょう。ということで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。玉木さんと、はい、あとあの白木と申します。白木さん、はい、うん、うちのヤングです。玉木さんと白木さんね。白玉、白玉、本当は玉城って言いたいんですけど、玉城ですか。ちょっと語呂が悪いんで白玉。バドミントンみたいな。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。見てまいりましょう。はい、これね、モーション。モーション。これ僕も履いてて、はい、めちゃくちゃいいですよね。カリフォルニアのなんか、ね、警察官とか履いてます。そうです。警察官とか消防がね、ユニフォームで採用してたり。あ、そうなんですか。これ、ね、これ履いて自転車であのパトロールとかしてる。マジですか。サーフラン。めちゃくちゃいい。これだから海パンにもなるんで。確かにこのこれサーフィンできる。そうです。あ、これサーフィン。え、え、なくなっちゃったんですか。なくなっちゃったので、もう去年使えるやつをある程度買い集めて。今あもうあるだけで、やばい、買い増ししとかなきゃって今、そうそうそう、ひしひしと、履いてんの、履いてます、この色を履いてます、朝履いてました、いいですよね、これめっちゃ楽です、ポケットだらけでね、はい、もう機能性しかない、これおいくらなんですか、これおいくらなんですか、これでね、2万と680円、安い、あの履くセカンドバッグみたいな感じ、うん、あ、そういう、何でも入っちゃう、そう。モーシャン激推しになっちゃう。え、いきなり僕はあんまり詳しく知らなかったっす、これ。だって
なくなっちゃったのか。このベルトのとあベルトとかゴムとかもそうなんですよ。ループもあるんで、落ちないよ。中のあのドローコードも全部、ね。ドローコードとそれからこのああこれね。はい。あれはあれは何ですか？エンパイア&サン。それはあのいわゆるあのベトナム戦争の時の、はい、あのジャングルファティングジャケットを、はい、このエンパイア&サンズで復刻したやつ、ね。なるほど。生地は乗せ替えてるみたいな感じ。そうです。あのそれともちろんオリーブがあるんですけれども、はい、その形をきれいに復刻したやつですね。まあ、本物がほら手に入らなくなったんですよね。高くなってるし状態いいのもあまりないですもんね。元ネタは多分ご存知だと思うんですけど、このパンツもいいな、ね、はいはい、でノンリップでやってるんですけど、はい、形をこいつから引いて、なるほどなるほど。これが、4代目モデルかな、はい、フォースモデル、うん、そうですね、はい、これが元です、ね、でノータック、ノータックこれも売ってるんですか、はい、一応、はい、まあ、Lポケットが斜めから、ね、そうなんですよ、あバーンストーマー、バーンストーマー綺麗ですね、形綺麗です、形綺麗、別注ですか？それはね、別注じゃなくてインラインです、インラインのやつですね。確かなんかバンストアマーと別注かけてませんでしたっけ？別注いくつかちょっとかけて、はい、見せてもらいましょうか。もうこれはいいですよね、あのココイラに、はい、素材違いとかそういうのがあるんですけど、これがあインタック、インツー、綺麗綺麗、これね、ウディアレンの、はい、映画の映画、彼が履いてた、はいはいはい、あのアニホールで、はい、あの彼が履いてたチノパンを復活させて、ということで、ちょっと太めのね、ズドンとしたツータックの主人公の名前がアルビーシンガーって名前なんで、はい、アルビーチノって名前つけて、一色だけ、やっぱこだわるでしょ、こだわりっすね、こだわりでしょ、チノクロスはいい生地ですね、いい生地ですね、これね、ちょっとダブダブした感じのね、はい、ベージュ色のインタックのツープリーツのパンツっていうのが よく考えると世の中にないなと思って、うん、はいはいはい、これはおいくらですか？19,800円です、プラスで、うんうん、次入った時にちょっと値段上がっちゃいますけど、今のところそうです、うん、ショーツ作ろうと思って、はい、これいいな、うん、でこれアルビーショーツってまた名前つけて、はい、うん、はい、これ取り合いですね、これ取り合いですあと色はもしかして色はこの辺あるんですか？結構ありますよ、ここいらがそうです、こんだけ選べるんだ、はい、じゃあ後でちょっとサマウルもあるし、これ履こうかな、これだからこういうディテールない、あーちょっと股上、そうそうそう、はい、持ち出しとあと裏天狗と、はい、それからこのウォッチポケットに、はい、あいいな、うん、インタックのツープリッツ、これいいですね、これいいね、これみんなで買って取り合いちょっと、でもこれいいな、セプティスでしか買えな い, えない、これはそうですね、買えないという、はい、これだったらウールのこれポーラっていう素材なんですけど、はい、すごく通気性いいんですね、うん、これいいです、ザラとしていい、これいいな、これめっちゃかっこおしゃれおしゃれですよ、まあ、黒もあんのかな、はい、いやノーコンとあとベージュがあってあとオリーブ、オリーブ、オリーブ、うん、ここまでですね、あここまでここまでですね、でもこんなに5色もあるから、うん、どうします、あとはシャンブレですよ、シャンブレ、俺大好きな大統領、シャンブレ行きましょう、シャンブレカッパーキングなんですけどキャントバステン、そうこれそうですよね、キャントバステムの保有してたブランド、あそういうことなんですか、復刻、あそういうことなんですね、キャントバステムってあのオーバーオール作ってたところですね、いろんなワークウェアね、はい、あのありますけれど、で細かい作りがちゃんとね、細かいね、このベンチル入ってて、うん、裏袖がこれ2枚袖の、あ本当だ、うん、ここだ、めちゃめちゃ贅沢な、ちゃんと作ってますね、ワークウェアであの こういう感じじゃなくて、はい、もう少し寸法を取るんですけど、はい、ここの可動域を広げるために、はい、あの2枚袖に昔はしてたんですけどね、うん、本職が見てこういう作りは、いやこれはもう質実貢献なちゃんとした作りです、あで約束のガセットもちゃんと、ああガセットね、しっかりよくできてますね、だからワークウェアだからね、はい、これも僕ねちょっと好きなやつ、好きなやつなんですよ、あヘルスニットの、ヘルスニットの前 V ついて、そうでラグランで、はい、クラシックなスタイルですね、うん、この作りとかガセットの汗止め、うん、そう汗止まんないけど締めてくれないです、ガセットってもともと要するにここのフィット感を良くするためにトレーナーでもそうなんですけど、生地に伸縮性がなくて糸がおまけにコットンだったんで、ここ首通すと通る寸法の穴を開けてしまうとここは綺麗にフィットしないんで伸びちゃうから、ここにマチを入れてあのぴったりこう肩と首に合うようにしてたのが前後ろについてたんですね、でそのうち生地の伸縮性が少し出るようになって、糸もポリ糸を使うようになって、うん、前だけで済むようになって、なるほど、で最後なくなるみたいな経緯があるんですけど、だから本当ね汗止めじゃないんだよね、汗止まない、誰が言ったのか分かんないけどね
それとね、ガゼットっていう人多いんだけど、正しくはガセットだ。ガセット、あ、そうなんですね。ガセット SSET だ。これ復刻したんですけど、スポルディングで、あ、これが両 V の一世代前のふわふわだ。しかもここがね、これね、サドルガセットって言うんですよ。肩の部分がなくなって、両 V になる。これはスレッドファンはおーってなるやつですよ、これ。あとね、これ裏肝でしょ。あ、これね、あの和歌山のね、あの釣り裏毛で作ったの。こっちね、こっちね。釣り裏毛、うん、え、このポケットだ。そう。で、これボクシンググローブポケットって言うんですけど、はい、独特のここのブランドの形ですよね。このね、この丸い。これはボクシングローブ。これいいじゃないですか。ボクシンググローブの形してる。これ釣り網機で作っているんですね。しかもふわふわですね。もふわふわ。これはすごいぞ。ディテールがこれはいいですね。俺これそうしよう。24,270円、うん、安い。いや、これすごい。これは安いですね、この作りで、うん、これはうちの完全別注です。別注、はい、だいぶ。でモチーフになってるから何年ぐらいですか。ね、20年代って聞いてます。20年代のやつをモチーフにしてる。一番最初にウールじゃない素材で初めてスウェットシャツを作った。いや、これはいいですよ。これは相当いい。形からディテールいただいてるんです、うん、だからこの辺のところもそうだし、うん、あとここもそうだし、うん、あとまあなんて言ってもやっぱりまあここだよね。だから今着るとすごく着心地の、こんだけディテール詰め込んでこの値段でいいんですね、うん、いけるんですね、すごいの、うん、だってこれ縫うのも一苦労だよね、うん、でそれでそのディテール持ったパーカー、プルオーバーのパーカーも、はい、あの作ったんです。ああ、そうなんですね。マチンありますけど、これ絶対スウェットファン飛びつくよ。これですね。あ、これだ。もうこれだ。お見事、見つけていただいて。いわゆる後付けタイプ、すごいなこれ。てるな。いかにももういかに、あ、これ要するにあの2枚合わせ、2枚合わせだこれ、はい、なんだろう、こういうディテールにワクワクするのなんかアメリカ人なんだよ。まあディテールコンシャスというか基本ですよね。これでメイドインジャパンっていうのがまたいいですよね、うん、でもこれ残ってるとこあんまないですよね、うん、もうシャトル編みのとこですから、この釣り編みのところ。そうです、だからあの和歌山なんですけど、はい、何件ほんの 2,3 件ぐらいの感じですよね。機械がもう壊れたらメンテナンスして、メンテナンスして、うん、だからもう1時間に1メーターぐらいしか、そう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 、そうなんですね。だからあんまりこう最初に編み立てるときに糸にストレスをかけないので伸縮性がすごく出るんですよ。うん、だけどふわふわなんですよね。そうそうそう、高速のシャトル機っていう風に、はい、あのそれはものすごくスピードがあって、あのすごい寸法をあの編み立てることできるんですけど、糸を引っ張って引っ張ってやるもんだから、うん、生地になかなか伸縮性が生まれにくいっていう、それで着心地にやっぱり差が出るんだと。これ何来た、聞いてもいいですか。あ、これヴィンテージ、いや、まあ、90年代の復刻のそのまんまが残ってるってリアルナチュラルヴィンテージ、まあナチュラルデッドストックナチュラルで30年前のものか、うん、まあ、いわゆるバレンシア、はい、あ、これもう工場ないですからね、はい、うん、これ6万円でもよく残ってますね。これないですよ、多分なかなかない、まあ、これ初めて見た、ええ、いや、もっと高く出てるとこも、うん、本当はセカンドこっちにあるんですか。え、それは動画に撮らないで僕は買ってってもいいですか、うん、出た、セカンドでもあれあら、あれでね、動画に出てほしく、これワンオッシュ、これワンオッシュ、ね、あのリジットも、はい、ワンオッシュでいいです。リジットもある、うん、おあら、あら、しかもでっか、ちょっと着てみて、うん、これやばいっすね、これやばいっすね、これやばい、これはね、ちょっとネットに出してないんでね、あら、うん、このお店に来た人だけの特典しないと、ね、ちょっと着させてください。ネット通販ではこれは買えません。やばい、あ、なんかすごく合いそう。もうちょっとこれは河合さんと玉木さんの関係性で撮らせてもらってるんですね。めちゃめちゃいいっすよ、モロさん、これやばい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 、やばい、これいいな、これは、これやばい、うわっ、わ、これやばい、これやばいね、これちっちゃいけど、これぼかし、これもう99年の3月、はい、99年3月、99年3月の555っていうのが工場ですね、バレンシア工場ってやつで、これはこれ、あ、これは品番じゃないかな、うん、もうここないんで、バレンシア、あれ、お、いいね、わ、これはやばい、これモロさんやばいですね。着るんじゃなかったな、これこれもう着ちゃったらさ、もうドキドキが止まんなくなっちゃうじゃん、これは、僕のファースト、あ、え、
ファースト、いや、あの一応サイズサンプルとして、はい、あの44ってどんなもんじゃっていうのは、あの縮んだ大きさがあるんで、あのディジットでお渡しするんで、はい、あの縮んでどれぐらいになるかの分からないんですね。だから、あの思い切り縮んだらこの大きさですよっていうので、これ僕 の、 あのお風呂ですけど、うん、だから44って言ってもこれぐらい、なるほど、まあ、うん、だから40っていうサイズをピックアップしちゃうと、リジットの時には切れちゃったとしても、うんうんうん、あとあと、はい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 、もともと丈が短いので、うん、いいね、いいね、ファーストいいね。ああ、こう実際に見てほしかったのこれだったんだ、これ、この上下、枕、そう、これ枕、僕そういうドリズラー、ドリズラーだ、ドリズラー好きの枕が、真っ赤なドリズラー、ちょっと鏡前でかわした、ジェームス・ディーンですよね。あ、ジェームス・ディーンはこっち、そっちのやつでしょ。それはあれじゃないですか、あの映画のやつ、映画のやつ、こっち、これアンチフリーズ、これ、あの中にふわふわついてる、ふわふわついてる、こっちなんですね。これがあのジェームス・ディーン、あの映画で来たやつの、はい、復刻を別注したんですよ。またすごいですね、これ、うん、ジェームス・ディーン、あ、ごめんなさい、ジェームス・ディーンです。こう持ち上げてるから、これ原稿です。足元が、足元大丈夫ですか。もううるさ型のあのアメカじいさんが泣き、いや、アメカじいさんが、アメカじいさん、あ、これアメカ、おお、かわいさ似合うな、似合うな、これいいっすよ。真っ赤なシャツに真っ赤なドリズラーが肩もいいじゃないですか。こだわりのね、河合さんがいつもこだわり、うん、長ーマンでも切れますね。そう、俺、そうです。河合さん、こことね、あと袖丈、はい、そう、そこはこだわり、ね、そう袖よく覚えてますね。ご存知で、ポリーの101をそれに、あ、合わせて一応用意はしてあります。あら、これ54年モデル、54ですよ。これで河合さんが出来上がっちゃった。いやいやいや、ほんとね、リー、俺、もっと評価してほしいな、リー。だからね、ここ、ほんと前もお邪魔した時にね、止まらないんですよ。だからニットの辺に、だからこの辺デッドゾーンを洗ったね、これ USA だもん、うん、だからなんか洗って死んで死にますけど、これ一生懸命、いや、やばいやばい、ヘンリー僕大好き。そう、俺も大好きな。US の 2P だって、ほら 2P で9000円、こんなにあるんですか。パックあるんだよ、パック、いろんな。じゃあ僕ん家で洗って乾燥機入れて縮ませてくれたんです。で畳んで、え、これもう一回洗ってあるんですか。洗って縮ませたんだ。ちっちゃくして、でまた袋に入れてるんですか。そうです。うわ、すごいですね。もうすぐ切れるってことですね。俺ね、今ちょっと瞳孔開いてます。自分でわかる。うわ、これいいわ、すげー。2つで9900円だからね。 2P 絶対 2P 買える。 2XL でもこれぐらいなんですね。めちゃめちゃ縮めて、生地もちょっと厚くして1枚で切れるぐらいにして、いう提案ですね。いいですね。でもこれぐらいでちょっとタックインしてもクラシックで切れるし、あ、これタックインの方がいいかもな。これはタックイン、これ買います。これそれ、これツボりました。めっちゃツボなんです。めっちゃツボですね。自分で畳んでて、あの汚れとかあったやつ、あのさらに汚れつく、 あっちに小さい汚れって全然ないじゃん。あの一応あるんです。それでちゃんと全部自分でチェックして、はい、あのテープ貼ってあって、はい、うん、あ、全然買います。全然買います。3000円です。ちょっとピンホールがあるやつは、あ、全然買います。全然、あの一応補修したので、そこまでしていただいて3000円でいいんですか。うん、はい、買います。買います。皆さん1個ずつ買いましょ ましょう。これメガネ、シュロンとか。あ、シュロンです、ね、このお値段ですか、うん、これもちょっとざわついちゃう界隈今。自分も含めですけど、みんな持ってかれちゃうよ。代わり買いに来ちゃうから。いや、本当に値段は言うのやめよう。ここは、あの、今年買ったものってことで、うん、青ワニちゃんとね、はい、アイドットの人、この間、そう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 、あとマンシングウェア、ほら、うん、こっち向きと向きが違うやつが、どっちが、はい、外側向いてるのがうちの国。これ右向いてるのがセプティス別注、はい、これが別注、これがオリジナル、内側が、なるほど、あ、なるほど。なんか思うのこっちだと思うの。アルボーが、アルボー、アルボーがあって、アルボーもたっぷりありますね。全員好きだ。この秋まででシェラのあのマウンテンパーカー、はい、アメリカ製が終わります。え、あ、シェラのマンパー終わるんですか。はい、まだ地下情報ですけど、うん、地下情報、これ言っていいのか。いいと思う、はい、もうその頃にも公開してると思うので、はい、アメリカじゃなくなると思います。あ、先は、今シェラデザインもあのこのマンパーだけがアメリカ製をこうずっと守ってるんですけども、じゃあマンパーといえばシェラのマンパーがなくなっちゃうってことですよね。60、40マウンテンパーカーというのがアメリカ製がなくなる。うわ、これがなくなります。これがもうなくなる、このタグ、この秋から税込みで 79,200 円、
今ならラスト今うち6万6千円、はい、はい、シエラそうなっちゃうんですか。アメリカ製がいいんだけどな、まあ、やっぱりちょっとねそこのファクターは大事ですよね、うん、そうですね、うん、あと LL ビーン LL ビーン行った本店本店行ってね本店行きましたよ本店でメイン州ですねメイン州でそこにはもう泥だらけになった作業員が来て、はい、履いてるねブーツをねいきなりボンと置いて何してんのかなと思ったら返金してくれって言って返品返品交換えって俺たち見ててねえってあんなの使いまくってるやんって言って、はい、でレシートだけ持っててでこれレシート買ったしそしたら店員が見てふっと持ってって、どうすんのかななんかクレームコンプレーンで、うん、なんか来たよってなんか言うのかなと思ったら同じサイズのやつ持ってきてヒューはサンキューって言ってその泥だらけのね作業員それ持ってえそしたら何度でも交換できちゃうじゃんって言ってそしたらねあの LLB の人がやっぱりちゃんとしたあの彼が見てなんだっけ本当は壊れちゃいけないところがどうも壊れてるっていうことで判断したから新品を彼に渡したんだ。でもあれどう考えても2年3年使ってるやつでしょって言った時にいや僕たちの趣旨はそういうポリシーとしてやってるいやいい話ですねすげえなエルビーンいい話だねいい話ですね今ちゃんと入ってました全部入ってました、はい、飛んでたりするカットされて上の LLB のリュックこれ9900円セールですかこれこれはデッドストックの昔の感じがそのままタグついてこれリフレクターでしょ何それ80年代頃のこれだってこれ稲たくてこれ9900円ですよいいなこれこれは買いでしょ、うんまあね、お客さんで当時、うん、高校の時使ってましたみたいな方いやいや僕も持ってたような気がするんですよねこれ買ってさっきのヘルスニットほらあれあれあれ合ってるじゃんヘルスニットにそれは、うん、そうそうヘルスニット完璧だこれしょってで図書館行けばもう完璧ここ見させてもらっていいですか90年代のビッグシャツシリーズ、ね、これだよねこれマルコム X のやつマルコムのやつですねあったじゃないマルコム X マルコム X あ、本当だこれ今作ってるんですかそうです現行の現行品ですようーんあ、でもほらぴったりじゃないですかぴったりじゃないですかうわ、なんかなんかインチキの弁護士みたいな感じになってなんすかインチキブラザーズあサイズ違いを持ってきた。サイズ違いを持ってきた。ちょうど俺、あ、これでいい。あ、これいい。これでいいってもう買うの。買います。着丈もいい。着丈もいいじゃん。いいな。ほら、ボタンできねえんだよ。カルロス・リベラ見たくなっちゃってんの。あ、全然いいですよ、これ僕。それもぴったりじゃないですか。ね、うん。いいですよね。いい。あ、全然いいわ。全然いいわ。体操みたいな。ちょっとマッチョ体操作りましょうよ。マッチョ体操です。あとこれでね。はい、やばい、ちょっと待って。俺こっちは？あ、これラルフの。ラルフなんだけど、これ裾についてる。そう、裾についてるやつで、あのビッグのね、うん、あのビッグシャツとか、うん、ビッグポロとか、はい、ビッグチノっていう、はい、あのカテゴリーを。ありました。はい。90年ぐらい、ね。そうですね。スケーターのやつらが。うん覚えてますみんなやってたんだよねだビッグポロシリーズのビッグポロシリーズ当時もんってことですかいやそれを復刻したんですかあの復刻したやつですやばいでしょやばいこれがポロシャツあこれがポロシャツあはい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 、うん、でかいでしょこれも復刻別注ですはいであのそうそうそう意味もなくでかいです、うん、何が S なんだっていうぐらいにでかいですそうなんですだからどっちかというと止めるよりもこうやって開いた状態にしてたとかそうそうそうだから当時やってた人間が懐かしいって言って絶対来ると思うホルツァの40代かそのぐらいのいやみんなゾワゾワしてると思いますあるんだっていうねいや僕これ久々に見ましたよあでもビームさんなんかもうやってらっしゃいますかわいそうな声がでかいもんなポロショップにはないんで今日はもう回春してますよ回春してますよでもここはそういうお店ですね、はいいやいやいやでも本当楽しい買いますって言っちゃってるからね最後の締めをさ映画で、はい、あの要するに中にジェームス・ディーンが T シャツ着てるの、はい、白の、はい、で裏ボアが白だとここでハレーション起こしちゃうんでって衣装係が焦げ茶色に変えたっていうそういうもう話が、もうそうなんですね一回まとめていいですかはい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 
というわけで、はい、セプティスさんでいろいろ動向がね、はい、息曲がっちゃって、河合さんもなんか大丈夫ですか、心拍上がってますか。河合さんちょっと待って、はい、やばい300超えて動機すげえじゃん。河合さん長そうだから僕先に行きましょうか。河合さん長い、めちゃくちゃ長い、はいはい、僕はですね、あの、あお、シエ、来た、シエラ、シエラデザインのマンパ、マンパ、60、40の、まあ、マンパといえばマンパの元祖ですよね、うんうん、でメイドイン USA、 この色もシエラ、シエラ、あ、でも確かにシエラって感じするね、はい、まあ、このね、裏のこれもね、はいはい、そうですね、これがもうちょっとエモい感じになってしまって、うんうんうん、この先 US メイドじゃなくなるかもっていう話、うんうん、聞いたんだ、聞いたり聞かなかったり、ちょっと気になったけどさ、メガネがもうメガネね、あの気になっちゃったよ、シュロンの、シュロンの、シュロンのマルコム X がかけてたタイプ、な、何でしたっけ、ロンサー、ロンサー、合ってるね、でも、うん、合ってる、ピッてこれ自然にしゃべるよ、ここにもう文字はシールが貼ってあるからさ、合ってるとそのままこう書いちゃった、やばいやばいやばい、まあ最初にちょっと触れたんで、モーションね、もうないよ、もうもうない、これももうないっていうんで、これもちょっと買わなきゃっていう、ないものないものと、そう、うん、これ僕色違いでもこれいいな、でもな、買おうかなと、で、で、はい、で今日一品とか言いながらもう4品目ですけど、セプティスベッチュのバーンストーマーのこの後絶対ウッディアレンモデルですか、みんな色ごとに買ってくるのショーアルビーショーツ、アルビーショーツ、アルビーショーツウッディアレン、形が綺麗、これはいいですよ、今日はこれで僕は十分いってるやつ、じゃあ僕いきますねじゃあ僕まあ同じね、このタイプのトラウザー、はい、まあ、長いタイプ、まあ、半ズボンでこれが長ズボンっていうタイプですね、うん、これが1品目、これすごくいい、形もやっぱり、うん、いいね、これも形もいいけど、はい、とこのヘルスニットが、これはいいっすよ、ね、わざわざあの洗って縮めて袋に入れてくれる、そうタムさんがちゃんと洗ったやつね、でも全品検品したらちょっと少しの小さい汚れがあるっていうことで、まあ、こんな3500円、って洗ってくれてこっちが2パックで、これは汚れなしで9900円、はい、これ 2P のやつが9900円、これ USA ですからね、うん、今ないんですよ、うん、ヘルスニットの、洗って縮ませてくれて、はい、畳んで袋入れてくれて3500円、物によっては小穴ついてるやつ、そうそう、だから縫ってもらってる、縫ってもらってる、どういうこと、価格設定がなんかおかしいぞって手間賃かかってないですよね、どこに行ったっていう最高なこのヘルスニット、はいはい、これだからこれは僕も絶対買いますけど、ね、ご購入ですよ、はい、でこれセカンド某 V 工場の V 工場の、はい、555ってついたと思う、はい、ちゃんとついてる、はい、もう俺初めて見たこれは、なので買わせていただきますこれいいっすね、いいっすね、最高です、うん、これいい、で僕はあのリジットじゃなくてもう全然洗ってる方がいいんで、うんうんうん、ワンウォッシュのタイプ、この下にこれを着て、うん、これを履くと、ね、あかっこいいですね、いいね、こういうドレスパンツを履くという大人ですね感じでじゃあ主役番長、主役番長、はい、じゃあ行きましょうか、はい、いやもう僕はもう短くね、あごめん、はい、わかりました、うんちくはもう言いました言いましたんで、はい、僕はやっぱりこのドリズラ、はい、ジェームス・ディーンモデルもいいとは思うんですけど、うん、やっぱり基本でこのドリズラですね、うん、で当然やっぱりアメカジだったらっていうふうに思うと、これのパーキング、これこういうふうに着るってことですね、もう着たいな、はい、下どうしようかなと思って、うん、ジーンズも一応いいんですけど、うん、やっぱりここに来るとやっぱり、あ久々にピケっていいよなと思ったんで、うん、いやいやピケはね、ね、いいでこれ合わせてバンストーマー、そうそうバンストーマー、まあバンストーマーこのシルエットが、はい、これまあさっきのね、あのやっぱりいいなっていう、これなろうな感じで、はい、なんかアメリカ人のなんかやっぱり懐かしいな、うん、またこういう格好してまた渋谷とか遊んでもいいなっていう感じで思いましたね、いやなんか楽しいですね、やっぱりあの当時思い出しますね、40代50代手前の人たちかな、はい、渋谷で加工してた人たち絶対懐かしがって、あで逆に、うん、あの今若い世代の方もあ絶対いいかもしれない、いいと思いますよ、うん、90年代今リバイバルで来てるんで、そう、うん、ということです、はい、私の方からは、はい、はい、もう十分です、十分ありがとうございます、お腹いっぱいです、お腹いっぱい、はい、もうなんかね、はい、そう、まあ、8分目ぐらいにしようか、はいはい、セプティスのお店のことを聞かないといけない、はい、そうですね、はいはい、平日は、午後3時から、はい、午後3時から、うん、夜7時までの営業になります、はい、はい、それから、お休みが毎週、水曜日、うん、
それと1ヶ月に1回だけ、うん、火曜日水曜日、はい、連休になる、はい、不定期なんですが、はい、あります。そこなんかインスタグラムかなんか、はい、ネットの方で、はい、常にお休みの情報は出してます。はい、時々なんかその辺でビールをなんか飲みながら、あ、それは、ね、インスタグラム、この間インスタでご覧になりました。ちょっとこの間の3日間だけ、はい、ゲリラセールっていうのをやって、はいはいはい、お邪魔しました僕も。そうそう、もうほとんどセールっていうか、もう自分たちのお楽しみイベントみたいにしちゃって、でお客様にもビール出して、うん、自分たちももう実は飲みながらやってたりとかっていう、楽しそうです、ね、非常にいい加減なイベントやってましたけど、なんか動物ね、動物漬けにして飲みながら、ね、楽しいです、ね、楽しいですよね。楽しいです。でネット通販で買えるものもあるんですか？あ、通販は基本的には買えます、はい、買えないのもありますよ。うん、ねえねえ、小声で、あ、時々これは店頭のみっていうのも、はいはい、めちゃくちゃ楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、紐が緩みまくりです。河合さんね、はい、買い物タイム、はい、買い物タイム、これからアフタートークも行かなきゃ、アフタートーク、そうそう、じゃあちょっと先に会議しましょうか。もう、はい、モロさんも買わなきゃいけないから、じゃあお会計タイム、はい、はい、ということで、ありがとうございました。じゃあ、いや、よかったよかった、さよなら。いや、よかった、久しぶりに行ったけど、あんなに楽しかったな。ね、楽しかった。ああ、まさか、あんな、いやいや、あれはでも出会いだもん。いや、ね、あれデッドで、LVC のバレンシア、もう工場がないんですよ。そうだよね。そうそう。行ったよね。で、LVC の本当にすごいディテールまで復刻してるやつなんで、リーバイスが作ってるやつなんで、あれはすごい。そうなんだよね。あれはすごい、あれはすごい。いや、あの人欲がない人だからな。だからね、値段もね、いや、だってヘルスニット、うん、3,000円、だってピンホールついてるからって縫ってあって3,000円ですから ね。しかも洗って乾燥機かけて縮ませて畳んで袋入れてる。そう、意味わかんない。それだけで3,000円で、製品のお金じゃないよね。まあ、言い方あれですけど、ヘルスニットのメイドイン USA のヘンリーネックが、これ古着屋だったら、もうもっとヨレヨレの古着屋で1万円とかで売ってますからね。あ、そこだよね、めちゃくちゃですからね。いや、だから本当そうなんですよ。だから値段価格設定がちょっと良心的すぎちゃって、でも、というのはもう、そのでも玉木さんとかあのお店のファンが、さっき、白木さんに聞いたんですけど、今営業時間が5時間か4時間じゃないですか。15時オープンの19時クローズなんで、コロナ以降もうそれで固定しちゃったって言ったんですけど、今ネットのお客さんがすごい多いと、うん、あ、なるほどね。はい、はい、じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。できます。今はセプティスから徒歩20歩ぐらいですかね。だね、30秒かかんない。そっからそっから来ました。調べてる時間の方が長かった。なんて読むんですか、タイ酒場、読めないもん。タイ酒場ジャム、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 町田のジャムじゃなくて三茶のジャムです。三茶のジャム、よかったな。いや、逆に皆さん気に入っていただいて、僕よかったな。いや、もうすごいいい店ですよね。いや、本当僕ほんと近いんでちょいちょい来ちゃう。ああ、うん、あれさっきのあれメガネ良かったね。いいの、あれね、復刻じゃなくて現行なんですよね。うん、で、あれがシュロンの当時物だと今やばい値段ついてます。あの、俺上の黒が良かったな。でもちゃんとメイドイン USA で今現行で作ってるシュロンなんで、三大でボシュロム、うん、アメリカンオプチカル、うん、シュロン、うん、そうなってる。はい、アメリカメガネ、三大メガネメーカー。そうか。2万円だったから、多分もう戻って買うかもしれない。あと、あの靴も欲しかったな。上黒い、俺もなんかあの2万円のやついいな、あれ。あの、上黒。あ、でも、合ってました。インチキ弁護士だっけ。イグチ弁護士。イグチ弁護士。あ、もう悪徳で言ってるかもしれない。イグチ弁護士。仕事ができるね。福島のお酒2個半、普通盛りですね。はい。ガイアンの。はい、のフレーズ、はい、カレーと、はい、カレーがこの後で来る、はい、この後で、これにトムヤムクン、はい、あと言わない、もう食べる前に言ってかなきゃいけないけど、ちょっとこれお借りしたんで、はい、あの玉木さんが書いた、はい、超 B 級のアーカイブ、へー、あ、公文書じゃん。公文書で JJ の編集者がいきなり電話かけて、はい、
作ってくれって言われてって、で中見ると写真も結構豊富なのよ。これ今も売ってますか？いや売ってない、もう売ってないですか？うん、もう前のやつだから。でもちょっと勉強させてくださいよって言ったら、いや持ってくって言って貸してもらった。毎日僕記事ね、恥をかかないシリーズってやってるんですけど、はい、それのあれでやってみたいなと思って。あ、いいですね。うん、だファラーとリーバイスのパンとか、ファラーとファラーパン、こういうのとか。これ大体みんな、玉木さん私物なんだよね。やばいですね、これすごいね。ブマジャケット。玉木さんはおいくつ？60後半ですね。河合さんよりちょっと先輩。全然先輩ですけど、なんかね、最初の頃すごくいろいろ教えてもらいながら。いい店だよ、めっちゃいいお店ですね、うん、でももうなかなか数少ないですよね、うん、でもこれ動画取材初めてですって、やっぱり聞いたら。あ、そうなんですか、うん、初めて。そうか、CMS の記事なんかは結構見てるけど、動画初めて、うん、だからこれを見ていただいて、うん、まあ若い世代も見てくれるだろうし、懐かしのおじさん世代も見てくれるから、うん、行ったら本当に面白いですからね。ぜひ。最高です。いや本当に。営業時間は短いですか。行ってみてください。その行く価値が、ね、価値ありますよ、ね、はい、うん。なんとメディア初ブランドを作ることができました。シルバージュエリーを作ってほしいと。かっこいいんだよ、あれが最高の気分みたいな。あ、すごいな、これ。あらゆる女性にモテる鉄板です。ロックスのウェブ系魂、星葉さんと私ともこれお宝ですよ。うわ、すごい。